こんにちは。今日はですね、オンラインでグルディスをさせていただいて、実際の学生さんがグルディスをするところをみんなに見ていただいて、その後公表してこういう点を改善すればいいなっていう形で、プログラムを進めさせていただきます。今日はですね、この企画に5名の学生さんがご参加いただいています。それでは早速始めますんで、皆さんじゃあ一旦オンにしていただいて、画像を開けていただいてよろしいですか？はい、大丈夫ですね。じゃあ準備ができたところで、じゃあまず問題を出します。じゃあ問題を今から皆さんの画面にも出ると思うんで、ちょっと見てくださいね。今問題見えてます？大丈夫ですね。はい。じゃあ問題を読み上げて、じゃあよろしくお願いしますって私が言いますから、そしたら皆さんよろしくお願いしますって言ってスタートして20分。最初の10分のところで10分経ちました。残り5分です。あと1分です。で3コールさせていただきます。じゃあ問題読み上げますね。日本の食料自給率を上げるにはどうすればよいか検討してください。ちなみにこれは昨年のアクセンチュアの問題です。時間は20分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。からちょっと決めますか？前提とか。はい。何のかけか。大体、今から20分。32分までです。はい。20分計ります。ありがとうございます。じゃあ、前提確認2分くらいして、で、なんか、現状確認とかで5分使って、そうです。施策とか考えてきますか？そうですね。そうですね。前提確認して、問題意識とか、なぜ日本の自給率を上げなければいけないのか考えて。まとめって感じですかね。はい。ちょっと発表の練習する時間とかあったらいいですよね。そうですね。最後、5分くらいでみんなでまとめられたらいいですね。前提2分で何を確認しますか？食料自給率。今、この食料自給率っていうのが今どのくらいの低さっていうか、もともと高くてそこから上げていくのか、それかもうすごく低いから、もっともう上げないとっていうところなのかっていう前提確認ですかね。これって食料自給率なんですけど、例えば農作物とか、その魚、魚介類であったりとか、そういうのって、もう分けて絞ってはいかないんですよね、そのまま。全般でいきますか？なんか絞った方が考えやすいかなって私は思いました。なんか日本は米の自給率とかは高いじゃないですか。そうですね。で、その他のものは結構海外に頼ってるイメージが私はあるんで、方が考えやすいかなって思います。そうですね。じゃあ、絞るっていう感じでも大丈夫ですかね。うん、いいと思います。いいです。はい。絞っていく中でなんですけど、すごい農業っていうところが日本は、弱くて自給率が低いということなんで、農業、に絞るとだいぶ考えやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。なるほど。確かに、ヨーロッパとか、アメリカとかに比べて、規模がすごい小さいですよね、農業。農業でいきますか。そうなるとあれですよね、もともと高いのじゃなくて、低い食料自給率を上げるためにはっていう、考えるってことですよね。そうですね。じゃあ、今現段階では結構低い、他の国に比べても低いからっていう感じですか。具体的に低いからっていう。とりあえず3分経ちました。はい。問題意識に移りたいですね。なぜ食料自給率を上げる必要があるのか。そうたさんどう思いますか？なぜ。そうですね。まあやっぱそもそも今、低いっていう話で出た通りの点と、まあですかね。輸入とかに頼っていると、コロナとかで世界経済が、輸入がストップした時とかに、すごい、困ると思いました。輸入に頼っているっていうところが、今は問題って感じですかね。そうですね。確かに先ほど、ほのかさんもおっしゃってましたね。他に何かありますかね。こうきさんどうですか？そうですね。でも主な意見としては、輸入がストップしてしまったときに、自国が困るっていうところが、すごい僕も同じ意見なので、まあ、特に他の意見は今のところ思いついてないんで、次に行くだけだと思います。輸出がストップすると日本にどう悪い影響が起きますか？あ、輸出のストップですか？日本から。食料自給率です。ちょっとずれちゃって、目標とかって、なんかどれくらい上げるみたいなところもみんなで揃えてもいいですかね。そうですね。今現状がまあ何パーだとしたら、例えばどのぐらいまで自給率を上げるっていうふうに。のを考えた方がいいかと思います。そうですね。どうやって表記されましたっけ？ GDP？ そうですね。%だと思ってました。%。はいはい。そしたら、じゃあ今は、でも30%とかにしときますか。農業って言っても、その作ってるものとかによって全然違うんですかね、これ。天候とかの関係あるのかなあとか、作物の種類とかによって。今5分経過しました。はい。食料自給率がどう定義されているのか、私たち、分かってますかね、それで日本が実際どのくらいか分かれば施策立てやすいんですけど。食料自給率っていうのは多分おそらくなんですけど、まあ、自国で毎年年間消費量があって、その中の、自分たちの、国内で生産したものの割合だと。なるほど。すごいありがたい。ありがたいです。生産してね。国内生産量分、自国の年間消費量分の国内生産量 ×100 ぐらいってことですか？そうですね。なるほど。そしたら、国内生産量を増やすってことですね。そうですね。農家数を増やすみたいな考えってことですかね。そうですね。それも一つの問題だとは思います。生産量を増やすってところで考えた方がでも分かりやすそうですね。そうですね。国内生産量をどうやって増やすかっていう。そこに絞って考えますかね。そうですね。消費量はやっぱり小さくはできないので、ここからどんどん打ち手をどんどんブレストしていくって感じで。そうですね、そうしましょう。今、あれですかね、その食料自給率が低い問題としては、例えば輸入に頼ってしまうとか、農家が足りない、作物にいろいろ種類がある、天候に左右されるっていう4つが出た気がするんですけど、これで合ってますかね。はい、ここからじゃあ、それぞれにこうなんか考えていく感じですかね。解決策を。そうですね。さっきも申し上げてもらった通り、農家の数を増やすっていうのは結構有効な施策だとは思っていて、で、その時に今農家がなぜ増えないのかっていうことを考え、ところ、なんか、どういうのがあるのかなって思ったんですけど、どう思いますかね。農家が増えている理由は、第三次産業に人が流れているからだと思います。農家が少ない理由ですか？そうですね。そうですね。ソータさんとか何かありますか？増えない理由。なんでも、なんだろう、難しい。なんかでも、農家やろうってならないですよね。そんなに農家直属の、なんていうの、家族がやってなかったとか、でない限り、いかないですよね、農家。イメージもなんか泥臭いというか。あ、今、若者に増やすっていうイメージで合ってますか、皆さん。あ、そうですね。そうですね。あとはすごい、なんか、農家って実は年収が結構高かったりするんですけど、すごく、なんか1000万とか稼げる方も。知らなかった。そうなんですよ。こういう、あまり高くないっていうイメージがあって、多分そういうイメージが、泥臭いであったりとか、年収が低いっていうイメージを、払拭できるような何か PR ができれば、ここに対しては、一つ考えられるかなっていう。そうですね。確かに10分なんですけど、なんか今、農家数を増やすってことで、若者に対して、実は年収が高いとか、いいイメージを出すっていうプロモーションの仕方、って思ったんですけど、今テクノロジーとかも来てるから、農家かけるテクノロジーみたいな感じで、就職活動に農家を入れるっていうのも一つの案だと思います。あ、就職活動で推し広めるみたいな。PR してくる。若者にって話が出てたので、そこの意識ならと思って。いいですね。今農家でどんどん PR 方法をこのまま突き詰めていってもいいんですけど、まだ10分あるんで、生産量を増やすってところにもう一つぐらい、農家を増やす以外の考え方を。私も思いました。はい。あると思うんで、何か、どうですかね、本川さんとか。生産量を増やすっていう点で、なんだ、日本はやっぱ、そういう機械とかの技術力もあるのかなって思ったので、なんか効率よく生産できる、なんだろう、ちょっと農業詳しくないとわかんないですけど、機械化とかですかね。機械とか。使ったりとか、かなと思ったんですけど。なるほど。今の意見、そうたさんどうですか？なんか僕も、近いんですけど、なんか、あんま詳しくないですけど、なんかドローンで農薬飛ばしたりとかっていうのもなんかニュースから見てあるんですけど、なんか、そういうふうに、なんていうんですかね、センター見てるっていうふうに、さっきの PR の話とつながるんですけど、ふうにしていけたらなっていうイメージとしても思います。はい。これ、どれくらいの期間で上げるかにもよると思うんですけど、その機械を作るっていうのもすごいいいなと思って、なんですけど、やっぱり、時間がかかると思っていて、みんなが、どの家庭でも結構簡単にできるように、簡単な、なんか、家で作る農栽培キットとかあったらいいなとかも思います。なんで、あのとしてはあれですね。農家がとかじゃなくて、全国民、みんなが普通に、少しずつでも自分たちの家庭で栽培できるみたいなのを、なんか商品として出せたりしてもいいかなと思います。自給自足みたいな。はい。なるほど。新しいですね。問題意識は輸入に頼っていて国内の生産量を増やすことなので、全国民が少しずつやって、輸入に頼らずできるのかっていう問題はあるかなと思うんですけど、その点どうですか、こうきさん。そうですね。はい、その通りではあるんですけど、そうですね、輸入が、そこにあまりこだわりすぎるかなとは思いますね。わかりました。そうですね。今、3点ほど挙げていただいたので、残り7分か、そのぐらいなので、一度具体的に詰めていけたらな、というふうに思っているんですけど、いいでしょうか。って思います。じゃあ、1個目の、農家のイメージ向上の PR っていうところから、どんどん、意見を持っていただければ。なんか、これはあんまり、期間もかからずに実現できそうだし、結構実現可能性も高いのかなって思うので、私はいいと思います。一番早くできそうではありますね。具体的に案を詰めるとしたら、例えば農家でこういう、なんていうんですかね、農家に関するドラマを作って、ちょっとこれはコストがかかるんですけど、ドラマを作ってみたり、そのためにか、広告とかで、もっといいイメージをどんどん打ち出していく CM とかでっていうのが挙げられるかなって思うんですけど、どうですかね、一般の方は。効果あると思います、ドラマ作りとか。イメージの改善になりますね。はい。あとはなんか職場体験みたいなのもあったらいいかもしれないですね。小中学校とかで。もっとなんか、泥臭さをなんか払拭できるような PR ができるといいですよね。そうですね。どう PR するかで、どの世代に PR していくつもりですか、皆さん。あと5分です。はい。はい。私結構若い世代として考えてましたね、割と。若い世代っていうのは20歳ぐらいですか ?10 歳。もう、今の学生の頃からっていうことを考えたら、もうなんか学生時代、小中高大で全部、枠くぐっちゃってもいいような気がします。なるほど。なんか今、若者もみんな YouTube とか見るので、YouTube 広告でネット広告にしたら結構見る頻度は増えるのかなとは思いました。なんか付け足しありますか？なんか YouTube で、楽しく農作業する動画とか上げても、面白そうですね、企業が。YouTuber に頼んでってことですか？そうですね。なるほど。二つ目の施策に移って大丈夫ですか？いいと思います。効率よく機械化っていうところの点で、どう工夫していきましょうか？上げていただいたドローンも、もちろんめちゃくちゃいいと思いますし、そういう、ここで多分、問題になってくるのって、こういう機会をどんどん浸透させていくっていうところが問題になってくるのかなと思っていて、例えば今、こういう多分ドローンもあるんですけど、実際に使える人がいないっていうところがかなり問題なんです。なんか。じゃあ実際にドローンの企業が使い方をレクチャーするみたいな感じで、実際に使ってもらうってことですかね。あと3分ぐらいですかね。そうですね、あと3分でまとめたいです。ちょっと時間もなくなっちゃったんで、私たちの結構いっぱい案が出てた、農家を増やすって方向でまとめちゃってもいいと思います。じゃあ、はい。なんか機械化とかちょっと時間かかったりね、お金かかったりそうなんで。確かに、一番。はい。PR に力入れても私はいいかなって思います。わかりました。大丈夫ですかね、みんな。はい。いいと思います。はい。発表するときには一応、なんていうんですかね。こういう施策もあったんですけど、こその面からなんか。できなくてしたみたいなことがあると、一応、なんて幅を当てる。そうですね。コストの面。なんか軽く私の解釈なんですけど、今の現日本は、食料自給率が低いので、世界でも輸入に頼らないレベルになるくらい上げたい。ターゲットとしては若者に就職してもらう、農家に就職してもらう。現状、若者とかは全然農家の年収が高いだとかっていうのを知らないので、そこを PR していって増やすっていう感じでよろしかったですかね。そうですね。はい、ちょっともうちょっと詰めますか。具体的に。なぜ若者かっていうところ触れてなかったんですけど、これからの日本を担うのが若手。圧倒的に、農家さんは年が上の人が多いから若手不足が深刻してるっていう問題があるってどうでしょうか。うん。そうですね。力仕事必要ですしね。これ試作結構いっぱい出てますよね。農家に関するドラマを作る、YouTube などにネット広告を上げる、YouTuber に委託して農業の動画を作る、農家で職業体験をしてもらうみたいな。はい。4つぐらい出てますよね。はい。それ絞らなくていいですかね。職業体験は子供たち向け、小学生の時に体験してもらうみたいな。ターゲット層を分けたらどうでしょうか？そうですね。YouTube とかは、先ほどおっしゃっていただいたように、大学生だとかが見てくれると思っていて、体験とかは、小中学生ですかね。あと30秒ぐらいですね。誰が発表しますか？どうしましょう。エリナさん、まとめてくださったので、どうですか？あ、本当ですか？わかりました。大丈夫ですか？はい。あ、ありがとうございます。どうでしょう？なんか他の方に発表したい方がいれば。いや、大丈夫です。大丈夫ですか？お願いします。いいですか？すみません。ありがとうございます。じゃあ一旦20分なんで終了しましょうかね。はい。そしたら、発表意図としてはしてなかったんだけど、せっかくだから、どういう風になってどういう答えになったか聞いた方がいいよね。じゃあ今、誰がその役やることになったんだっけ？はい。エリナさんね。じゃあ、皆さんで議論して、結果をじゃあちょっと簡単に話しても聞いてもらっていい？はい。私たちの結果は農家の、母数を増やすっていうところです。母数を増やす。はい。一番、それはなんか理由はあるの？理由はですね、今現段階では食料自給率っていうのは輸入に頼ってしまっているところがあって、それは、農家が足りていないって解釈しました。農家が足りていないっていうから考えたから、結論としては、要するにどうするんだっけ？農家を増やす。っていうのが一旦チームの答え。それで一旦いいですか？はい。OK。じゃあちょっと解説をしていきますから、少しこっちを大きくしちゃっていいのかな。これまずこの問題に行く前に基本的なアプローチをしなきゃいけない点があるんで、そのことをちょっとお話しておくと、現状をどのように分析して、現状の課題は何で、解決策を検討して、いくつか案がやっぱり皆さんも出たよね。その中で、4つか5つの中で一番いいってあなたたちが決めた案にした尺度は何だったの？理由だよね。それがあって一番いい解決策が選ばれるっていうふうに多分なると思うんだけど、今回のケースで言うとさ、まず一番みんなに質問なんだけどさ、農業自給率ってなんだっけっていうのって、7分ぐらいのタイミングで確認がされたよね。それまで実は農業自給率って、なんだっけって言いながらもお互い確認しないできちゃったんだけど、で、7分目ぐらいの時に農業自給率ってなんだっけって言ったら、多分、こうきくんが、いや、農業自給率って生産のあれだよねって話が出て、あ、そうなんだ、生産のやつなんだねって話になったんだね。確かそうだったね。これ例えば、この分野詳しい人いる？農業の自給率の分野に。いない。農業自給率って、分子分母ってなんだか知ってる？もちろん、こうきくんが言ったやつが一般的に世界でも使われている、要するに生産の部分、国内生産が全体に対してどのくらいの見てるのが、自給率なんだけど、他にもあるんだよね。知ってた？これ、実は、他の自給率って何かっていうとですね、二つあるんだよね。カロリーベース自給率と生産ベース自給率って二つあって、カロリーって皆さんが消費する量だよね。だから全体の食べ物の量に対して、自分が消費したものの中に国内で作られたものがどのくらいあったかっていう、これがカロリーベースの自給率っていうのと、生産ベースの自給率って2つ指標があるんだよね、もともとね。で、これ、アクセンチュアぐらいだったら、きっとこのくらいのことを意識してる子がいるかな、みたいなことで問題出してると思うんだけど、日本ってどっち採用してるか知ってる？はい。なんか、いや、外れてもいいから答えてきて。日本はどちらを自給率としてやってるでしょう？カロリーベースって書いてありますね。そう。カロリーベースで日本はね、自給率をやってる。なんて世界の中で唯一日本だけなんだよね。だから日本の自給率は低いってデータが出るんだよね。で、実はもちろん生産ベースでも 66% だから、まあ自慢げではないんですけど、まあカナダとかああいうとこに行ったら300とか 400% になっちゃってね、輸出してるからね。で、実際にここにデータがあるように、カロリーベースで言うと 30% 台だから極めて低い。で、もちろん生産ベースでも 60% 台だから下がってる。さっきみんなの議論の中にも米って 100% だよね。その通り。で、多分ほのかさんかな。これ、物によって違うよねって言ってたよね。何が低いと思う？日本のカロリーベースとか生産ベースの自給率を下げてるものって何だと思う？肉とかですかね。肉そのものはもちろん輸入なんだけど、これ生産ベースでもカロリーベースでもそんなに多くないんじゃない？でもさ、例えば肉ってさ、例えば日本でも肉作ってて、実は国内の肉の自給率って結構高いんだよね。鶏とかも。卵って 100% に日本だよ、あれ。だって、海外の卵って怖くて食えないとかみんな言うじゃないですか。そうするとさ、100% なんだよね。でも、あそこの例えばさ、いいんだよ、卵を生産してるとこでも肉生産してるとこでもいいんですけど、あの飼料って、国内でどのくらい自給できてるか知ってる？餌。トウモロコシですか？トウモロコシとかああいうそのものってどのくらいの部分だと思う？ 10% ぐらいですかね。そう。ほとんど海外からの輸入なんだよ。そうすると、日本って実はそういうその、いわゆるその、なんだろうな、餌の部分の穀物っていう部分が圧倒的に輸入に頼ってるっていうデータが起きてるっていうのが今の日本の現状なんだよね。まあそこが原因としてありましたと。まあそれを一旦理解した上で、じゃあさっきの流れに従うと、自給率って低いよね、高くしなきゃいけないよねっていう話だったじゃない。その時にみんながね、決めなきゃいけなかったのは、これ、まず1、前提を置くときに、これ誰の立場で議論してた？政治家、政府。それなのか、まあ日本の一般市民の一人。それ、皆さんの議論ってどっちだった？私、政府のつもりでした。政府のつもり。じゃあ、例えば、こうきくんはどっちのつもりだった？そうですね、僕も政府。ほのかさんは？私も政府ですかね。えりなさんも政府？私、どちらの視点でもちょっと考えてました。考えてた。じゃあ、そうたくんはどっちだった？ちょっと分かんなかったですね。曖昧な感じで。ね、曖昧になってるから、じゃあ僕たちはこの一番最初にやるときって、私たちのポジションというか前提は、政府の立場で議論しようとかね。じゃあ私たち一般日本人の、じゃあ一代表、とか我々大学生っていうレベルで考えようとかね。なんかそれを決めてあげないと議論がいかないから、まず緩やかに前提は、じゃあこれ政府にしようというふうに決めるよね。そうすると政府の我々が、じゃあ自給率を改善しようって言われたときに、どうしようかっていうと、改善ってどのレベルで改善するのって決めないといけないよね。例えばわかんないけど、じゃあ、どのくらいかなって言って低いっていうから、例えば 35% と仮定すると、それを5年で 5% 上げる話なのか、例えば5年で 30% 上げる話かって、えらく違うよね。そうすると、皆さんが前提を置いたときに、目標を設定しなきゃいけないってことなんだよね。どのくらいやるって。これは、なんとなくみんなが議論したとき、どんな感じで議論してた？すごく、なんか途中で出たよね。どのくらいの期間でやるって話がちょっと出たよね。その時に、ちょっとうやむやになっちゃったんだけど、これで5年でやるのか10年でやるのか、抜本的にやるのか、改善でやるのかっていうことを少し決めといた方がよかったよね。で、なんで変わるかっていうと、例えばね、それが抜本的っていうと時間がかかってすごく本格的な方法を考えなきゃいけないけど、5年で数%っていう話だったら、改善で済むじゃない。そうすると、どっちのアプローチにしようかって、その選び方で変わってくるよね。そうすると、じゃあどっちにしよう。今回のケースってみんなってどっち側で考えてた？抜本的？少しで。はい、抜本的な話？はい。抜本的と思ったときに、例えば、みんなはどのくらいアップさせようってイメージで議論してた？例えば、エリナさん何パーアップしようと思ってた？私は、なんかもともと 30% って自分の中で考えてて、うん。で、まあ、50% に 20% くらい。って思ってた。ほのかさんは？私は割と 5%。5% ぐらいの感じだった。じゃあ、こうきくんは？僕の中で 40%。40% ぐらい。40% から 80% です。あ、じゃあ大きな改善をしようと思ってた。そうたくんは？僕も大きい感じだと思ってます。なるほど。そしたら、ゆうかさんどのくらいだと思ってた？長期的に 20% ぐらいだと思ってます。ああ。そうするとさ、議論の時にはさ、みんながそのことを目線を合わせてないから、案がさ、バラバラになってくるよね。5% なら 5% の案ってみんなが議論するのと、大胆な、そうすると、さっきの、そうだな、農家を増やさなきゃいけないっていう案が、それはだったら抜本的にしなきゃいけないってその案が出るけど、でも 3% とか 4% だったら別に農家増やさなかったってやれることあるんじゃないみたいな、例えば出てくるよね。そうすると、そこのところをみんなでどうするかってゴールを決めて抜本的なのか、それとも少しの改善でいいのか、それは誰のレベルなのかによって変わってくるよね。そうすると、最初の議論のところにその辺の部分をさっさって決めて、じゃあ僕たちは政府だと。じゃあ今多分低いはずだから35ってわかんないから置いて、じゃあ5年ぐらいで 5% の改善にしようね。じゃあ議論しようっていうふうにすると、割と散らばらないで意見が出てくるんだよね。そうすると、一番最初にその、いわゆる前提を置きなさいとか、ゴールを置きなさいって言われるそこに理由があって、そうするとみんなの目線があって、いい案が出てくると。そうだね。で、それが出て、で、議論が行われたね。で、なんかいくつ案が出てきたよね。どうやって比べようと思った？最後これうやむやになっちゃったんだけど、いくつか案があったけど、まあなんとなくこれにしようになっちゃったんだけど、もし5つの案が出たら、どれが一番良かったってどういうふうにしようと思ってた？例えば、じゃあいや、例えばこう聞く。何で比べるのがいいと思った？そうですね。まあ、コストかなっていうふうに。コストね。一番安いものを選んだ方がいいんじゃないかっていうのを思ってた。ほのかさんは？私は、実現の可能性が重要なんじゃないか。ゆうかさんは？これは抜本的、今回思ったことですか？あ、この、だから、いくつかの案の中で選択、一番一つを選ぼうと思ったら何で選ぶべきだと思った？どれくらい実現可能か。じゃあ実現性ね。じゃあ、エリナさんは？私も実現性。実現性。じゃあ、そうたくんは？僕はなんか影響力の大きさで考えると思います。そうするとね、これも、実はグリーズの中で重要で、最後自分たちがいろいろディスカッションした案を選択するときに、何で評価をするのかっていう基準をすり合わせなきゃいけないってことだよね。だからいろんなアイデアが出たときに、じゃあ私たちは選ぶのは何の基準なんだっていうのを決めて、だからこれが選ばれるっていうふうにしていくっていうことが重要だっていうことなんだよね。そうするとこれ、たまたま僕もこれ、皆さんにやってもらうのに、ちょっと勉強しておかなきゃいけないっていうんで、少し、農業振興ページ見たんですけど、これ日本の実際のですね、自給率で、米が100で小麦が14。日本って芋類とかああいうのはですね、主食に近いものの生産率が高いんですよね。その一方で、ほら、小麦とか、いわゆる飼料を含む穀物全体の自給率が低いってデータが出ててね。だから日本の問題って、その穀物の自給率が低いってことが一般の課題になってるっていうのが、まあ日本の状態っていう感じになってるんだね。で、そうするとこれ4つ引っ張ってきたのは何かっていうとですね、農業のこのものを書いてた人たちが、こういう方策があるって書いたのを実際に貼ってきたんで、皆さんもホームページ見れると思うんですけど、高知を増やしなさいってことなんでね。放棄されてる高知を復活させなさい。さっきも出た生産性を向上させなさい。あと、要するに地元で採れたものを食べることが重要なんです。もう一つ言えば、廃棄物を減少させるって案なんですよ。これカロリーの自給率を上げるんだったら、廃棄物を減らすっていうのは有効性が高いっていう案が実は出てたっていうのが、まあ彼らの回答策なんで、まあ別にこれはいいんですよ。皆さんが議論した中で、これがいいよね。私たちはこの基準で選ぶって決めれば、それで実際に良かったっていう形なんだよね。それが、だからグループディスカッションの今回のあれで、だから皆さんに振り返ってもらうと、一番最初に緩やかに前提を決めた方が良かった。それは誰？政府なの？私たちなの？じゃあ次に、じゃあこの問題をどういうふうにすればいいのと。5% 程度5年でやるの？それとも 30% を10年でやるの？抜本的な問題なのか？それとも改善で済むのかっていうのを決めようねでね。じゃあ、策を出そうねっていうふうなんでね。その時に、なぜ低いのかって議論しなきゃいけなかったんでね。低いには低い理由があるから。少し議論されたんだけど、ちょっと弱めになっちゃったね。なぜ低いんだっけっていうのを議論して、低い理由はここだ。じゃあその低い理由を改善すれば良くなるはずだ。だからいきなり打ち手に行っちゃいけないってことなんだよね。原因があるからその打ち手を取るべきだっていうふうに出て、打ち手が選ばれた。4つ5つ出たよね。じゃあ出た時に、私たちはこの打ち手を何で選ぶの？みんながイメージも出たように、一番効果があるものがいいの？コストが安いやつがいいの？私たちはコストが一番安い方法がいいと思ってこれにしました。とか言うと、じゃあ私たちのはこうですって言うと、なるほどねっていう答えになってくるよね。まあ、そんな形で進めていくと、きっとグループディスカッションが、まあ、順調に動いていくって、そんな感じになるのかなっていう感じかな。なんとなく、わかりました？じゃあ、なんかご質問があれば、自分たちがやってみた感じも含めて。どうでしょう。ところで、ちなみに、いうので、エリナさんどうぞ。はい。はい。例えば目標を決めるだとかっていうのを、最初にやっていなかったなって、途中で気づいたとき、ちょっと、今更感というか、あって、なんか提案しにくくて、そういう場合ってどうすればいいですかね？すべきだな、多分。それ、例えば、18分目に言われても困るよな。今更感が強いけど、でも7分とか8分ぐらいだったら、いや、実際にこのことをちょっと議論してないとまずいんじゃないかっていうふうに言って、みんながそれを受け入れれば、それでいいはずだし、だって少なくとも、その話が出た方がもっといい話に変わったと思わない？なんか僕今日見ててね、みんなやっぱ遠慮してるよね。自分の言いたいことは本当はあったけど、こうきくんなんか特になんか本当は言いたいこともっとあったんじゃないと思いながら、結構遠慮してたよね。そうですね。なんかちょっと自分の意見じゃないのが出たらまあいいやって聞いてたけど、みんなそこの部分がちょっとあって、こういうのってさ、引きすぎちゃいけないんだよね。やっぱり。あ、これってちょっと、なんか、流れが相手のなんか違う話になりそうだなと。いや、でも僕はね、ここが重要だと思うんだよね。私はここをもう少し議論すべきなんだよねっていうのを、やっぱり押しとどめないといけないことってあって、今日の感じはみんなそこの絡み合いがない中で、みんなが自分で人が意見言ったら、まあいいや、それ、ちょっと違うなと思ってもって、追随しようとしちゃったよね。そこはね、やっぱりやっていかないといけないかな。慣れてくるとみんなもっと言えるようになると思うんだけど、そこはやっぱり訓練していかないといけないかもしれないね。他にもなんかご質問あれば。じゃあ質問いいですか？どうぞ。なんか清水さんのお話で、はい、それを誰の立場で考えるとか、その定義づけをすることと、うん、あとなぜ低いのかとか、理由をちゃんと明確にすることが大事だっておっしゃってると思うんですけど、うん、結構今回時間がなくなっちゃっても、じゃあ先行こうみたいな感じで進んじゃったと思うんですけど、うん、なんだろう、ちゃんと決めることを優先するのか、時間通りにちゃんと進めることを優先するのか、グループディスカッションって僕らも実はグループディスカッションの、イベントやってるんですけど、僕らグループディスカッションのイベントで8分でグループディスカッションするんですよ。このくらいの問題も僕らだったら8分くらいで出していくんだけど、そうすると前提って何秒で動いてるか知ってる？ 30 秒で出てるんだよ。だって、慣れてくればそんなもんだよね。え、これって政府だっけ？え、私たちじゃあ政府にしようよと。で、ゴールって決めた方がいいよね。どうする？じゃあ 5% アップにしようか。うん、そうかな。でもじゃあ抜本的な方がいいんじゃない？じゃあ俺たちは抜本的にしようねっていう議論って、1分もあればできちゃうでしょ。実はそういうスピード感が最後勝負になるんだよね。これなんか多くの人がね、グルディスって40分のがいいですとか、40分もかけなきゃいけない問題ってそんないっぱいなくて。だって40分間議論がさ、なんかひっきりなしに鉄板になってるみたいな議論って俺見たことなくて。結局その間みんな休みながら議論してるから、本当はガッと詰めてでも意見が出ないといけないってことなんだね。だから普通のグルディスってどんな問題でも30秒から40秒で前提が置かれちゃうんだよ。で、一番最初にみんなちょっと始めるとしたじゃん。何分何分でこれやろうね。よし行こうって言ったら、その中でどんどん意見を言い合っていくっていうスピード感があれば、今の20分もそうだな、みんながポンポンと議論していったら、この20分を今の3倍ぐらいで使えるよ。そのくらいのスピードが重要なんだよね。もしみんなが多分、いろんなグループディスそうだな、トップラインのコンサルティング会社かなんかの、多分グループディス行ったら、すごいスピードで議論してるよ。ブラーって。そうじゃないとこでも、もっと早く議論が行われる。だからそこには慣れとかなきゃいけないから、身近な時間で自分の意見を言う、相手のことを聞く、決めていくみたいなことも、この訓練はしとかないと、やっぱり、長い時間でも同じようにダラダラ使っちゃうから、そこはやっぱり慣れていくってことが必要だよね。まあまだ始まったばかりだから全然いいんですよ。そんなみんなグループいっぱいやってるわけじゃないでしょ。これが半年後だったらね、もうちょっとスピード やんなきゃいけないけど、まあそれは訓練だね。他になんかあれば。どうぞ、はい、ゆうかさん。食料自給率の話題が自分の範疇外で、どうやっていけばいいか全く分かんなかったんですけど、それで7分くらい経ってから聞いちゃって。その時はね、こういうのもやっぱりコミュニケーション力を見られてますから、私食料自給率分からないんだけど、誰か分かってる人いるって聞けばいい。そしたら多分こうきくんが食料自給率ってこうなはずだよって言うよね。はい。そうなんだよ。自分が分かんなかったら、分かんないまま議論しちゃうことが最も良くなくて、分かんないと思ったら、私知らないんだけど、これよく知ってる人いるって言ったら、多分5、6人とね、知ってる人いるんだよ。そうすると、こうだよ。あ、そうなんだってなると、みんなで分かるじゃん。だから、分からないまま進めるところが最も時間を無駄にして危険な行為なんだよね。それすると、もっと短くできたでしょ？だから、こうきくんなんか我々知ってたらさ、こうなんだよって、なんか言っちゃいけないと思ってた？ちょっと遠慮してたね。そうですね、遠慮していましたね。ね、ああいうのって、あれちょっとこれ皆さん知らさなそうだなと思ったら、食料自給率ってこうなんだよって言ってあげればいいんだよ。そうすると、もっと早く進んでいくよね。だから、分かってる人が、その雰囲気を見て、パッて言ってあげるってことは意外と重要なんだよね。だから、いろんなことを、だから、チームがうまくいくってことがすごく重要だから、よし、これは言ってあげた方が進むな、と、そういうものもやってくると、あ、この子って周り見てるなって評価が行われるから。じゃあ、ぜひ、頑張ってくださいね。いや、どうも、ありがとうございました。また、実際のイベントでお会いすることを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。